私はちょっと気になってたことがあって、あの時の動画関連で、あの動画って、動画投稿終了しますだったじゃないですか、あれって、まあ、私の認識で、今の流れでも、まあ、言えば皆さんへのドッキリで、私がでも気になってるのは、あの振りになってないですよね、あの動画リアルにならないですよねっていう、佐々木チャンネルが終了ってことっていう、なんか今袴田さんの やめるの、この私がじゃなくて、佐藤さんやめないですよねって話です。なんで逆に、ちょっと今ネット界隈井口監督がねえ急にって言って、なんかその日にね、決めましたとかって言って、急になんか退任、辞任発表してね、じゃあ次は誰だってなった時に、佐藤さんなんじゃないかみたいなネットが結構ざわざわしてるわけですよ、ゴブゴブでね、俺はやめとけっていう人とゴブゴブで俺がいいっていう人の、俺は何も言ってないのに、勝手に俺の名前を使ってネットでざわつくっていうね、でトレンドにも上がっちゃって、それはもう昨日の夜からエグかったよタイムラインが。あ、そうですか。だし、なんか私のところにも、佐藤さんが監督になっても袴田さん何かの形で佐藤田チャンネルを続けてくださいとか、まあ、佐藤さんが監督になっても、まあ、袴田さんはやっていきますよねとか、なんかね、結構ね、何人かからなんかねぎらいのコメントというか私メッセージ来て。そうなん、でもさ、その YouTube はさ、だって片岡さんもさ、あの監督になってもやってるじゃん、だから別にできんじゃん。まあ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 、そうですけど、だから別に監督になったからって YouTube できないわけじゃないから、片岡さんの実例もあるわけじゃん、だから片岡さんも今、ドラゴンズのなんか二軍の遠征のなんかあり方とか、こんなんだよみたいなところとか出してたりしてんじゃん、だから別に辞める必要ないじゃんね。じゃあ監督にもしなったら、グッドとかバードとか好き放題言えるんですか？それ言えるっしょ。言えます？だってバットはバットだから。卓球だから佐々木バットってなるかもかね。ちょっと今週は俺バットだったなって。そう俺平気で言えるからね、俺そういうの。じゃあどうなんですか、試合のない月曜日とか普通に撮影場所来られるんですか？来てくれればいいじゃん。あ、マリンまで出張で。そうです。てかこれなる過程で喋ってるよ。いやいや、どうなのかなと思って。あ、想像の話ね。だって今候補で言ったら、まあなかなかそう名前は上がらないわけですよ。でも私に今まだ相談はね、こっちは何も来てない状態なの、でも辞めると思わなかったけどね。あ、俺はあの時続投って出してるわけじゃなくて、球団から要請だよね、続投要請出て、って言ってたから、それは井口さんは辞めたくない、球団がやらせたい、ってなったらやりますよねと。で、球団がやらせたい、監督がやりたくない、だってやれないし、監督がやりたい、球団がやらしたくないでもできないし、両方がやりたくないでもできないけど、これはシーズン終了後に、その要請を受ければ、続けれるんじゃないのって言ったら、本人やめますだったから続けれないっていうだけで、だから球団今はてんやわんやらしいと思う。え、じゃあもしかしたら佐藤さんに、じゃあこれから今からオファー来る可能性もなくはないってことか。いや、それはないでしょ。こんなん言ってんだよ、俺連絡してきたらすごいよ。逆にないですか？ないないない。え、本当ですか？でも本当にこれはどことかいつとかいつか、もう本当に全く言わないですけど、でも本当にとある球団からそういう、ね、中に内部に入らないかっていうオファーはあったことあるじゃないですか、過去にね。でもきっちりできませんって断った。ロッテの方からオファー来ても断るんですか？俺何回も言ってるけど、俺の条件を飲んでくれたらって言ってるじゃん。しかもよ、来てもないのに、何も電話も鳴ってもないのに、あーだこうだとか言わんじゃん俺。まあまあ、そうですね。じゃあ可能性としては、佐藤さんがの要求を全部飲んでくれるんだったらやるかもしれないってことですね。まあその可能だから、それはずっと言ってるじゃん、そうやってもしやるとしたらみたいな、でコーチは公募制でみたいな、まあ今からだったら時間ないと思うけどね。確かに佐藤さんもし仮にやったらどうすんの？僕毎日ライトスタンドで佐藤さんに嘘ついて旗あげます。いや本当ですよ。ますだって、だって私たちあれですよ、佐藤さん、まあ俺は寝らんけどなみたいなことを結構言ってましたよ。言ってましたよ。だから別に、だからやってないじゃん。え、でもなんかちょっとなんか今匂わせてますよね。匂わせてない、何もかかっても来てないんだから。そうですか。事実確認をするかしないかすごい迷ったんですけど、ちょっと小耳に挟んだんですよ。なんか佐藤さんと球団の方がご飯に行くらしいと。あ、ロッテ？ロッテの誰とは聞いてない。ロッテの誰とは聞いてないですけど、ロッテの球団となんか佐藤さんが
なんかご飯に行くらしい、うんうんうん、なんか会うらしいみたいな。ガーシーじゃない。誰に聞いたかっていうのはやっぱ言えないですよ、それは。言えないの。それは言えないですよ、うん、でもなんか佐藤さんご飯行くらしいよっていうちょっと小耳に挟んでるんですけど、ちょっと情報が半分間違ってるけど、うん、ロッテの球団の人じゃない、うん、本社の人と、うん、あのご飯行くのは事実今日ね。今日え夜ね、たま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 、うん、いや何の話かは知らないよ、ちょっと怪しいな怪しいっすね。 前から、うん、今日って決まってた、前から。それは嘘ついても仕方ないじゃん、うん、まあそうですね。俺は続けると思ったけどね井口さんがね、うん、だから次は、うん、俺の予想ね、はい、多分福浦さんか、はい、鳥越さんちゃう。でももう自分は入ってないんですね。うん、うん、予想ね、あ予想ねと俺は思うけどね、うん、今からバタバタしてフロントもきついと思うよ。私たちと YouTube 続けるって言ってたじゃないかっていう、うん、俺だけ見捨てるなみたいな。それかロッテ俺らも雇えそうですね、ない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 から。わかりました。だからジーズだけ言うよ、はい、ジーズだけね、はい、連絡は来てません、はいはい、うん、で、ロッテの方と食事行くのは実質です、はい、それが怪しいですね、まあまあ、でも、まあ、佐藤さん曰く監督就任はないだろうっていうことですけれども、うん、そんなもんな、何一人張り切ってんだよみたいな、はい、それは福浦さんか鳥越さんちゃうかって俺は思うけどね、うん、そうですね、中から上がるとしたらなかなか今から動きづらいと思うよ、はい、正直フロントも多分ビビってると思うよ、うん、どうなるか、まあまあ本当に注目ですね、うん、まあまあ佐藤さん今こう言ってますけど、佐藤さんがまあどういう選択をしようとどういう決断をしようと、うん、まあまあ、私たちはね応援していきましょうね。いやだから何もないっつってちょっと暴動も見たいでしょ。暴動みたい。暴動、暴動、僕らの暴動も。そしたらもう全員叩き潰すよウエスタンなるやつ。Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done.